男性8人組 MAZZEL が15、16日の両日、初の大阪城ホールで公演を行った。6から7月に開催した全国ツアーの追加公演。今月1、2日に行われたピアアリーナ MM、横浜と合わせ4日間で約3万人のミューズ、ファンの総称と幸せを分かち合った。 安定したステージに8人が姿を見せると会場を揺るがすほどの大歓声がとどろいた。ダンスに造形が深いメンバーが多いグループらしく、それぞれの個性を自由な動きやフォーメーションダンスで発揮。重低音が響く楽曲に合わせたラップや力強い伸びやかな歌声を響かせた。トロッコに乗って会場を回り、MC ではファンからの全員で可愛い顔をして。 飲む茶ぶりに全力で応えるなど交流、炎などド派手な演出も取り入れ、約2時間のステージでデビュー曲、VIVID ビビのほか、新曲 MAZQUERADE など全20曲を届けた。デビューから1年半で経ったアリーナ、開演前の取材でリュウキは、1年半頑張ってきたからこそ見えた景色は気持ちよかったと大満足。ランは 大きな会場でできるグループになったことを実感したとしみじみ。